こんにちは。関術総合研究所の内海明則です。本日は今からの時代が必要とする21世紀の新しい教育とは一体どういうものなのか、このテーマについて皆さんと共有していきたいと思います。今の時代は最先端科学技術が凄まじい勢いで進化してますね。情報技術の進化をはじめとして IoT だったりクラウド化だったり、あるいは IT 技術にとどまらずバイオテクノロジーとかナノテクノロジーとか、日本のアニメで広角機動隊ってありますけど、まさしくああいう世界、いろんな技師だったり技体だったり、最先端の研究者がポスト身体社会、今までこの体だけが自分だと思ってればよかったんだけど、体もいろんな機能がつけることができるし、またこういった人間の考えとか感情とかこういうものも記憶の外部装置までできてしまうんじゃないか、人間のこういういろんな考えもアップロードしたりダウンロードしたり、そういうこともまあできてくるんじゃないか、とにかく今まで人間が考えたことがない、人類社会が出会ったことがない凄まじい進化が科学技術によって起きている時代ですね。で、中でも私たち人間にとって、そして今からの時代の教育にとって非常に重要なテーマになっているというのが人工知能、アーティフィシャルインテリジェンス、これの問題だと思っています。で、人工知能の問題はね、皆さんまあご存知の通り、いろんなニュースが昨年からこう言われてますよね。もう数年前にクイズ番組で IBM のワトソンっていうのは人間のクイズのチャンピオンを破っちゃったし、でつい3月には人間のこの知的なゲームで一番難しいコードだと言われていた囲碁のその世界チャンピオンを人工知能が破ってしまったし、まあ、今はまだそういったクイズだったりあるいはゲームだったりそういうものに特化した人工知能なんですけれど、時間がどんどん経っていって、よく言われる2045年問題とかシンギュラリティの問題とか、人工汎用知能あるいは人工超知能というものまで生まれてきた、そういう時代をまあ想定していろんな懸念を、ね、表明する方もいます。もちろんプラスの側面もいっぱいあるでしょうし、そういう懸念もいっぱいある。プラスに行くにせよマイナスに行くにせよ、私たち人間がどちらにせよ考えなければいけないのが教育の問題ですね。なぜならば今まで人間社会、人類は自分よりも知能が高い知性体と出会ったことがありません。自分よりも知能で言えばまあ低い猿だったりチンパンジーだったりね、そういうものばっかりと出会ってますよね。で、初めてこの未知との遭遇ですよ。まさしく人類が出会ったことがない人間の知能よりも高い異質な存在と出会った時に、じゃあ人間は一体何を知るべきなのか、どんな教育を受けるべきなのか、そして雇用の懸念をまあ表明する方もいっぱいいらっしゃいますけど、どんな仕事、どんな職業をするべきなのか、もっと言うならそもそも人間とは一体何なのか、そういう人間のアイデンティティとか人間の存在意義とか、そういうものが本当に本質的に問われてきますよね。まあ、一言で言えば人間学というようなまあジャンルになってきます。人工知能とこの人間という存在の対比で、人工知能に対するその人間の知能を見たときに、実際人間が入力できる情報データはまず本当に限られているじゃないですか。情報データもそうだし、この脳に、まあ、これが一つのね記憶装置デバイスだとしたら、ここに収めることができる普通の意識のレベルの情報データ、あるいはそれをちゃんと正確に分析したり判断したり検索する能力はもう人工知能にどうやっても勝つことはできません。ビッグデータからものすごい膨大なデータから正確に判断意思決定できるその人工知能と、覚えたこともすぐに忘れちゃう、知識暗記やってもすぐ全く間違った、そういう判断してしまう人間のこの曖昧な知能と比較にならない、時間が経てば経つほどすら明確になっていきます。改めて今の時代は人間とは何なのか、人間学的なテーマが要求されてきます。じゃあその人間の教育にあたって人間学ってまあ大きく4つテーマがあります。1つは人間とは何なのか、そして人間は何を知り何を行い何を希望するべきなのか、ノー、ドゥ、ホープのこの3つの本質を本当は考えるべきだっていうのがまあテーマでありますよね。で、そもそもまず教育の問題、本質的な問題の一つはノー、ドゥ、ホープのこのノーのところです。なぜならいろんな人間がねこれをやってみようと、あるいはこういうことがなったらいいなって希望したり、するのは全部土台は知ってること、ノーが土台なので、このノーが崩れちゃったらあと全部崩壊しちゃう。じゃあ皆さんは人間が正しく知るべきことを、正しく知ることは一体どういうことかっていうのを今までの学校教育であるいは社会人になってから学んだことがあるでしょうか。
正しく知るとは一体どういうことなのか、その明確な定義です。どこからどこまでどのように分かれば正しく分かったと言えるのか、実は今までの教育はその明確な定義ができていませんでした。そしてそれには明確な実は、原因があるんですね。その話をまあしていきたいと思います。ノー、ドゥ、ホープの一番土台のノー、実はこれが非常に問題。じゃあ私たちは今までね、一体何をこうずっと学んで知ってるのかっていうと、いろんな学術、学問を知ってますよね。小学校、中学校、高校、大学でいろんな学問を知ってる。で、学問のベースには、そのベースになっているいろんな理論があるし、論理があるし、そのベースになっているいろんな情報データがありますよね。その情報データを人間が得るために常にやってるのは観察、あるいは観測っていう行為。観察観測という行為をベースに人間は知っていることをいっぱい増やしている。実はこの人間の観察観測という知の一番根本に大きな問題が隠れている。何かというとね、今この場もそうなんですけど、皆さんが何かを観察したり観測したりするときにずっと変わらず使っているその基準になる道具がある、ツール。何かというと、そう、皆さんのね、この脳ですね。脳みそ、五感覚の脳。今この瞬間も皆さんは目で視覚情報で見てるし、聴覚情報で聞いてますよね。五感覚情報データが全部入って、この脳の認識の処理作用によって観察観測している。ですから人間の知の土台は実はこの人間のね、五感覚脳が基準点になってます。間違いないですよね。であればね、実は皆さん、この人間の五感覚の私たちは認識技術、感術では観点という、脳の観点という表現をよく使うんですけど、もしも人間のあらゆる脳、ドゥ、ホープ、その一番土台の脳の一番さらに基準のこのブレイン、脳自体に大きな問題が、不完全性があったとしたら、あらゆる知の土台が実は完全に崩壊してしまう。この知の本質について実は今まで教育の大きな盲点として誰も明確な問題定義をしていない。人間のこの脳の認識機能、今脳科学も非常に進んでます。どん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 脳の機能がね、この内部の構造が、機能が解明されていますけど、一言で端的に言えば、人間のこの脳はこの現実現象世界を正確に認識し、正確に情報データを読み取ることが絶対できないような初期設定をされている。人間の脳だけではなくて、例えばチンパンジーの脳とか、犬の脳とか、いっぱいいろんな脳があります。それよりちょっといいその、脳になっているだけであって、実は人間の脳は正しく正確に現実を観測できないんですね。例えば、今ここを視覚情報だけで見ても、今ここに X 線もあれば紫外線もあればいっぱいあるんです、いろんな電磁波。だけど皆さん、それを観測できますか？できないですね。人間のこの目、視覚という機能は、いろんな電磁波の波長のうちたった一部分だけ、部分だけしか認識できない。可視光線のその領域だけしかキャッチできないです。例えば、あるいは超ミクロのスケール、あるいはマクロのスケールは観測できない。だからこの視覚の機能を助けるために顕微鏡を作ったり望遠鏡を作ったり、あるいはこの触覚とか聴覚の機能では足りないから、いろんな高感度のセンサーをつけたりしてるんです。そのあらゆる情報データを最終的に集積して判断するのは、あくまで変わらずこの人間の脳なんです。人間の脳の観点は非常に不完全です。人間五感覚脳の観点の問題というのが実は隠れている。もう一つ決定的に実は重要なことがある。何かというとね、これは今脳科学でもそうですし、物理学のいろんな仮説でも言われている。あるいは精神世界の先覚者だったり老子だったり、そういった人が明確に語って残しているものなんですけど、実は人間がいつも見ているこの現実、観察観測している物体、自分とこの自分の認識する全ての存在、大きく言えば自分とこの自分の宇宙全部は実は、実在するものではない。結論だけ言ってしまいますけど、壮大なこれバーチャルの、バーチャルリアリティの中、ホログラムの中、人間の脳がね、プロジェクターみたいなものです。ものすごくリアルなこの3次元の立体スクリーンを投影している。一人一人の人間の脳が一つ一つのこのスクリーン画面を、ホログラムの宇宙を、バーチャルリアリティをね、今この瞬間立ち上げてるんですよ。これは明確な科学によって明らかになっていくし、一般常識になるまでもうちょっと時間がかかるだけです。
人間はいつも実は幻覚を見てます。脳科学が明らかにした事実でもある。このね、人間の五感覚脳の観点の問題っていうものをずっと明確に問題意識として規定しないまま、観念の知識をいっぱい作ってきたのが今までの実は人間の知の大問題としてあるんですね。それでさらに、じゃあその何が問題なのかというと、観点の問題を全く気づいていないこと。その中でもね、どんどんいろんな情報は普通に来てたら入るじゃないですか。特に今はもう情報過剰の時代です。インターネットからも Facebook から SNS からずっと情報データが入ってくる。そうすると嫌顔でもね、皆さんはいろんなことをどんどん情報が増えていくわけです。これ知ってるの、あれ知ってるのとか、これ知らないの、わかんないとか、そういう知ってる世界がいっぱい増えれば増えることに問題が起こる。何かというと、ジャッジが激しくなるんです。今まではね、情報が、その教育が足りないときはいっぱい学ばなきゃと、知ることが OK だって言って、どんどんいろんなものを知ることを重きを置いてたんだけど、今全く真逆なんです。実は情報データが増えれば増えるほど何が正しいのかよくわかんない。情報データが増えれば増えるほど判断基準はひどくなって、自分に対しても丸×だから鬱になるし、人に対しても丸×だから関係性が作れない。不信もものすごく増えてしまう。ストレスプレッシャーがものすごく増えてしまう。精神疾患がものすごく増えている。鬱が大爆発している。そんな時代になっていると思いませんか。この人間が知っている世界をどう一体理解したらいいんだろうか。そもそも人間は本当にいろんなことを丸×ジャッジするんだけど、正しくあなたが知っていることはあるのか。この本質的な問いについて、実は人間は明確に正しく答えを知っているものは一つもないんだ。こういうことを言ってきた歴史上の先人もいっぱいいますね。古くは2500年前ソクラテスが言うのです。無知の知っていうことを言いましたよね。自分が正しく知っているものは一つもないよ。それを知っている点において、私は他の人よりはちょっとは知ってるよ。正しく知っているものは一つもないの。あるいは科学とか数学で言えば、ゲーデルの不完全性定理だったり、人間の観測によってその現象を正しく理解すること、論理によって矛盾のない真実をロゴスを得ることは絶対できないよ。で、実際誰もそれまだできてないんだよ、教育の体系としてね。だから少なくとも自分が知っているレベルで丸バツジャッジするしかない。で、その本質の話に行くと、大きな問題が2つ出てくる。一つは、人間がこの正しく知ることが一つもできないのであるならば、人間は結局この世界に対する真実、すべての現象の真実を知ることはできないじゃない、不可知論というふうに言われているのです。人間は真実を、本質を認識できる能力をもともと持っていないんだ。それが人間の知のレベルなんだっていうふうな答え。人類がまだ超えられていないですけど、ここにとどまっていたらね、人間の知能の敗北宣言ですよ。それだから、これをどう超えるかがすごく大事。でも超えられない。でも超えられない状態でいろんな情報データが来るから、問題としてね、2つ目出てくるのが、その自分が知ったデータが無意識で絶対正しいって固定がどんどん強くなっちゃう。それが自分の信念になったり、あるいはドグマになったり、イデオロギーになったり、あるいはものすごい原理主義的な信仰になったりして、他者を傷つけるようになってしまう。知ってる世界が増えれば増えるほど関係性は崩れていく。今この時代がまさしくそういう時代になっていると思われる方も多いんじゃないでしょうか。私たちはこの有の世界の教育、これももちろん大事だけど、同時にもっと大事なのは、知ってる世界から完全に自由になる、この教育が何より大事。中国の老子はですね、学を立てば憂いなしっていうことを言います。人間は知ってるからいろんな問題が起こる。悩み、考え、煩悩、相対確執といろんなものは全部知ってるから起こるでしょう。それ全部がゼロ化されたら、あなたは自由だ、そこに真理があるよって彼は言いましたよね。あるいはいろんな経営とかそういうものでは、ゼロベース思考っていうこと言うじゃないですか。一回こうじゃないかってできちゃった固定観念、一回破壊しろ。そうしないと本当のクリエイティビティは生まれてこないよ。ですけど、人間が知ってる世界をゼロ化するのは本当に大変です。根深く入ってるから、情報が、この不完全な脳に。ですから今の時代は、この知ってる世界をどうほどいて完全にゼロベースまでほどくことができるのか。言葉の整理で言うと、私たち人間はね、まず土台として、無意識で自分が絶対正しいっていう、その罠、自分が知ってることが完全だって思い込んでしまっている知の完全性の罠にはまってるんです。だから衝突、
だけど実は人間が正しく知っていることは一つもないよ。知の不完全性、ここに移動するのが大事。でその次に、じゃあこの人間のね、知の不完全性を超えて、不可知論を超えて、正しくこの現象現実を全部生み出す、その本質一つ、真実を、ロゴスを知ること、そこにたどり着くこと、そこが人間のこの不完全な観点の問題の次元を超えたメタレベルの観点、メタレベルの認識に到達する世界に進みます。現代の学術、現代の物理学、数学はこの世界を明確に体系化、定義できていません。今までの過去の精神世界の先覚者はこの世界を感覚的に得た人はいます。例えば仏教であれば上座部仏教で、あらゆる考え煩悩から自由になった、もうこれ以上知るものが何にもない、その究極の世界を私は作り知ったっていうのを老人通っていう、あるいは禅の世界、スティーブ・ジョブズが禅をやってたり、今シリコンバレーでもマインドフルネスって瞑想やってたり、どんどんそういうのも増えてきてますけど、禅の世界も実はいろんな段階があります。9段階あると言われている9段階の禅定、その一番根本のところにあるのが同じですね。あらゆる人間の知の世界から私は完全に自由になった。そこは虚無ではなくて、一番美しい真実のロゴスがそこに隠れているのを心の感覚で得た、その境地を禅の世界でも語っています。認識技術、観術では無知の完全性、人間の知の世界を全部解いた、そこにもうそれそのものが完全になっている無知の完全性、そこが人間の知の一番究極の本質だっていうことを、セミナーとかね、そういうものでお伝えしています。でそうなると、今までの人間の知の大前提が実は大きく変わってしまう。これからの時代は実は大きなね、アジェンダ、考えるべきアジェンダが一つあります。それは自分と自分の宇宙が今までずっとあるって思ってたんだけど、これがあることを論理的に立証できるのか。全ての教育者は、全ての科学者は、全ての学術研究者はこれを論証しなければいけない。それができなかったら自分の全ての知の大前提が実は成り立ってないわけです。そうですよね。自分と自分の宇宙があるという明確なその論証ができるのか。もしもできないのであれば、自分と自分の宇宙は実在しない。だったらなぜあるように見えるのか。あるように見えるこの世界を成り立たせている、ないように見える無の秘密、無の原理とは一体何なのか。これを21世紀の教育は本当に本気で議論しなきゃいけない時代になる。認識技術、観術はこの無の秘密、無の原理の世界を誰もが理解して共有して現実に応用できるような新しい言語体系を作りました。開発者のノージェスがイメージ言語というもので体系化したんですけれど、それによって私たちはこの人工知能の時代を超える、人工知能の問題を補って超えることができる、歴史上にない新しい教育をやっていきたいと思っています。なぜそう言い切れるのかというと、明確な理由があるんですね。人工知能はですね、どんなに高度になったとしても絶対に必要なのがプログラミングが必要ですよ。シンプルに言えば0なのか1なのか、0でなければ1、1でなければ0、この0、1の動き、この流れの中で原因と結果、どのようにプログラムされたからこのアルゴリズムに沿って動いているのか、どんな人工超知能になったとしてもこの因果の原理を超えることは絶対できません。なぜならそれを超えちゃったらもう機能停止しちゃうから、ね、そうですよね。表現変えると時間軸で言えば、必ず人工知能は過去、現在、未来というその流れの中で稼働するしかない。言葉を変えればね、過去が基準点なんですよ。全部過去を基準に膨大な量の情報データを集めて、そこから判断、意思決定できる。このいわゆる因果論、決定論、あるいは運命論の世界では、このレベルのどんなに暗記知識やったとしても人間は絶対に人工知能に勝てません。因果のレベルの教育、過去を基準にしたその生き方では人間は絶対人工知能に勝てない。それは人間の根源性の危機にもつながる話になっていくじゃないですか。何のために人間は生きてるのって。それを超えるには人工知能が決して超えることができない、その人間独特の感覚領域があるんです。それは0でもない、1でもない、この相対世界を生み出す究極の絶対世界の一つの動きの原理が実はあるんです。時間を超えた世界、時間を超えて過去、現在、未来っていう時間枠に縛られない、因果から自由になっちゃう、その独特の感覚が実は人間の一番深い本質にある。それがね、先ほどお話しした無知の完全性のその感覚領域なんですね。これはもう時間からも自由です。
だから過去から未来に流れることもできるし、未来から現在を、未来から過去を想像することもできる。まあ、例えで言うと映画のインターステラーっていう非常に素晴らしいよくできたあの映画があるんですけどね、時間が自由ですよ。本当の人間の一番深い真実、ロゴスの心そのものにも。ですからまず一つ、人間が絶対に人工知能に、ね、勝つことができる、まあ、勝ち負けじゃないですけど勝つことができるのは、過去に縛られない因果から自由になって、未来からのイメージで、未来からのアイデンティティで自らの人生を想像することができる。これはもう人間ならではの教育になります。それと人工知能は先ほどお話ししたように、因果から自由になれないから、相対世界から自由になれないの意味です。条件付けられた世界で、人間はこの相対世界を生み出す究極の一の世界、絶対世界の原理感覚を実は応用できる。プログラミング言語を超えたイメージ言語はそれを可能にする認識の技術の道具なんです。これによって絶対世界と相対世界の関係性を自由自在に活用できる、その人間のイマジネーションとクリエイティビティをどんどん発揮させていく、その教育がね本当に必要になります。ですのでまとめると、21世紀の教育の定義、認識技術観術が提唱する教育の定義は、どこからどこまで、どのように知れば知ったと言えるのか、どこからは全ての知の一番基準点であるこの人間の五感覚の観点の問題です。現代科学、特に現代物理学はこの観点の問題を取り入れていません。物理の宇宙一つしか見ていない。それぞれの人間の五感覚脳がそれぞれの認識宇宙をいわば無限大持っている。この観点の問題を明確に取り入れる必要があります。そしてそれと関係するのは、一体この自分と自分の宇宙は本当に絶対にあるというその根拠がどこにあるのか。それが立証できなければ今までの知は実は成り立たないんですね。ですからこの観点の問題を知ること、そしてそれ全部を貫いて超えた、もうこれ以上知るべきものが何にもないことを悟り知る、全知を超えた無知の完全性の領域というのがあります。人間の知の最終の答え、人間の宿命的な課題である思考を卒業する世界、ここまでしょ。あとはこの人間のね、そうは言ってもこの五感覚脳はあるしずっと使うんですよ。ですからこれを補う道具が必要。私たちは普段思考するときに日本語だったり英語だったり自然言語っていうものを使うんですけど、それはあくまで相対世界の中で勝手に人間が貼り付けてコップとか男とか女とか作った概念単語であって、実は正しく知ってるものは一つもありません。誰かが作った単語を覚えてるから、ちょっと聞かれたらよくわかんないんです。男って何ですか、女って何ですか、ただ単語を覚えてるだけだからもう答えられないわけですよ。その不完全な現象出発の自然言語じゃなくて、相対世界を生み出す絶対世界から相対世界を全部、その関係性をね、洞察することができる、それがイメージ言語。宇宙全体全部がホログラムのようなイメージだとしたら、あるいはもう3次元の立体スクリーンだとしたら、パソコンのスクリーン画面を動かすのは01の原理があるじゃないですか。同じようにこの宇宙全部、人間の意識動かすたった一つの作動原理がある。東洋で言えば陰陽の一つの動きから二の相対世界、あるいは五行展開の世界が全部貫いて説明することができる。これによって人間の知の不完全性を補う、その教育ができれば、この絶対世界を使う、因果を超える時間を超える世界のイメージを使うのは人工知能は絶対できない。だから人間ならではの教育、人間ならではの教育の尊厳、それが私たちが提唱する21世紀の人間教育です。そして最後に、それはあくまで一つの、まあ言うなればツール、道具であって、大事なのはその人々がね、どんな未来を生きるかじゃないですか。人間は一人で生きるものではないです。人と人が出会って、どんな時代であっても、どんな苦しいことがあっても、どんな未来ビジョンを共に描くことができるのか、そのためには人間の関係性、人間の協力体制、人間のチームプレーが必要だから、そのためにもこの人間の観点の問題があって、終わりなく勝手な丸抜するとね、関係性ができないんですよ。お父さんが嫌いとか、お母さんが嫌いとか、あの人こういうことするから嫌とか、それがもう家族から国家、民族、宗教まで全部共通してやっている人間の根本的な課題です。ですから観点の問題、知ってる世界を全部超えて未来ビジョンに向かって
それぞれの個性、唯一無二のオンリーワンの個性を融合させることができる。私たちはそれをグループインテリジェンス、集団知性体系、エゴの個の時代を超えて、フィーリングだけの悟りの時代でもなく、真実に到達できない学術でもなく、それ全部を補って超えることができるグループインテリジェンス、それを想像できるのは日本のね、この一番深いお互いを生かし合う和の精神性がすごく適している側面もありますので、西洋が作ったその人工知能アーティフィシャルインテリジェンスの良さもあるんだけれど、それを超えていく日本初の認識技術、それを超えていく人間の尊厳性、それを中心軸に置いた未来教育を今の時代日本に、そして世界に広げていきたいと思っています。ぜひね、具体的な細かい内容はまたご興味持っていただいて、認識技術の本だったり、まあ、セミナーだったり講座だったりしていただけたら嬉しいです。それでは本日はどうもありがとうございました。